あなたはどう思う？あ、みんなが過去の世界をわずかながら記憶してる。ここには前にもありましたけど、みんなが同時にそうなるのはとても珍しいことだと思いますのです。みんなが記憶を生かし、惨劇への道を避け、致命的な失敗をしないように最善の道を選んでいる。もしかしたら今度こそ昭和58年の死の運命から逃れられるかもしれないわね。あまり期待しすぎると外れた時辛いのですよ。これほど幸先のいいスタートはもう二度とないかもしれない。私が諦める理由はどこにもない。そうなると問題はどうしてリカが必ず殺されるかなのです。誰が何のために？少なくとも敵がこの村にいるとは思えない。むしろこの場所はリカにとって世界のどこよりも安全なはずなのです。私を殺そうとするどころか守ろうという人間がいるものね。鷹野たちですか？彼女たちにとって私と里子は大切な研究材料よ。守ろうとする意志も守れるだけの力も持っている。その鷹野たちが真っ先に殺されるのは私を殺すための必要条件。鷹野たちの組織は最高のセキュリティよ。その盾が排除されることで私の死につながる。逆に鷹野たちが生きていれば私を殺すことはできない。自分の命より先にあの二人の命を救う方が先決ってことね。